日本作曲家協会創立65周年記念、隠れた才能を見出せ全国歌謡選手権大会決勝大会。全国歌謡選手権決勝大会一般部門、エントリーナンバー1、大阪府内野純也さん。内野さんはどれだけ語れるかを一生懸命練習してきました。有名すぎる曲なので構成に苦労しましたが、自分の歌い方でしっかり届けられるように頑張ります。歌は天城越え、どうぞ。隠しきれない移り香が、いつしかあなたに染みついた。誰かに取られるくらいなら、あなたを殺していいですか。眠られて隠れ宿、つづら折り常連の滝、舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた、山が燃える。エントリーナンバー2、宮崎県小田加奈子さん。とうとうこの日が来たのだとドキドキしています。私の父のふるさとでもあり、大好きなひばりさんの曲、ワクワク楽しい世界観を自分なりに表現したいです。歌は長崎の町長さん、どうぞ。エントリーナンバー3、岐阜県中島雅子さん。ふるさとを思う気持ちは父母がいない今も懐かしく思い出します。温かい心で父母のことを思いながら歌いたいと思います。曲は津軽慕情ニューバージョン、どうぞ。北へ流れる
親父今頃いろりだけああ エントリーナンバー4、岡山県小橋浩二さん。子供の頃、漁港から行商のおばちゃんが干した魚を売りに来ていました。遠い昭和を思い出しながら、10人もの先生方に審査していただける貴重な体験を感謝し、言葉を大切に伝えたいです。歌は母ちゃんの浜歌、どうぞ。しらじら開ける頃、姉さんかぶりで浜仕事、投げ捨てられたイワシを拾い、背中丸めて指で裂く。私はやんかね、なのかたったら鯛になるよ。夢で母ちゃんの声が5、京都府大月由衣さん。性格は負けず嫌いの天の弱、歌ってる自分が一番素直です。音楽と向き合うことで自分の強さと弱さを知りました。そしてたくさんの大切な出会いもいただきました。音楽へ、大切な人たちへの感謝の気持ちを込めて歌います。曲はアンダンテ、どうぞ。風にそよぐ稲の旋律、ここで生きていると叫んでいた。あなたと私エントリーナンバー6、静岡県宇津切秀夫さんです。決勝大会のステージで歌えることをとても嬉しく思います。またいつも支えてくれた皆さんに心から感謝しています。この気持ちが届きますよう精一杯歌います。ありがとう
感謝。どうぞ。ありがとう、ありがとう、言い尽くせない、ありがとう。思い起こせば数えきれない、多くの人に出会いました。迷惑かけたり心配かけたり、半人前の僕でした。だけどこうして歌を歌い、夢を紡いで来られたのは、あなたがいるから、あなたがいたから、あなたがいつもいつも見てくれたから、エントリーナンバー7、香川県からお越しの岡実さん。知り合いに声をかけてもらい、何気なくエントリーしたのですが、決勝まで残ることができました。自分の歌が歌えるよう頑張ります。曲は男の酒。エントリーナンバー8、山梨県牧野ゆりかさんです。本日のステージに向けてたくさん練習してきました。歌は私にとって人生そのものです。苦しい時も辛い時も歌が私を支えてくれました。今日はこれまでの自分が歩んできた歌人生を信じて頑張ります。歌はホームで。離さない
エントリーナンバー9、熊本県小崎智一さん。皆さんの心に残る歌唱ができるよう一生懸命歌います。それが良い結果につながればこれほど幸せなことはありません。曲は歌うよ。どうぞ。これしかないから、他にはないから、この思いの丈伝えられるすべ、あの日あなた一般部門の最後の方に参りましょう。エントリーナンバー10、東京都中村幸綱さんです。小さい頃から歌ってきた演歌をこのような素敵な舞台で歌えて本当に幸せですということです。歌は愛や子守歌。どうぞ。愛30歳から64歳までの一般部門に出場した10名の方に今一度登場していただきましょう。どうぞ。10人の皆さんに揃っていただきました。審査員の先生方に感想を伺いましょう。よもあきと先生、お願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。さすがやはり決勝まで残った方たちというのは本当に歌がうまいです。それぞれの個性があってとっても良かったです。最後まで楽しませて聞かせていただきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。山本先生ありがとうございました。代わって三幸浩平先生お願いします。
お疲れ様でした点数をつけてるのにとても困りました。もう皆さん本当に同じぐらいのうまさで、今日これから審査するの大変だと思います。これからも頑張ってイユダを歌ってください。三口先生ありがとうございました。では田尾正美先生お願いします。はい、いや皆さんいい人生送ってますね。もうすごい伝わってきますよ。なんていうんですかね、あの辛い時は歌に救われて、で楽しい時は歌と分かち合ってっていう感じがね歌に出てるんですよ。いや刺激されちゃいましてね、聞きながらいろいろメロディが出てきちゃってんですよね。いやありがとうございました。みんな100点です。おお、うん、素晴らしい。すいません100点だと10人が1位優秀になってしまうんですけども、ありがたいお言葉でございました。それでは一般の部門の皆さん、どうぞ控室でお待ちください。ここで審査員の先生方に改めてこのステージの全体の感想を伺ってまいります。まずは杉本先生からお願いいたします。もう最高でした。お疲れ様でした。はい、大谷先生。いや純粋に楽しんでしまいました。もうね逆に何て言うの、こう点数で差をつけるのが嫌ですね。もうみんなに本当にこうショーに入ってもらいたいですね。それほどみんなの歌に感動しました。ありがとうございました。ありがとうございました。聖川先生いかがでしょう。はい、もう以下同文って感じ。以下同文、はい、本当に楽しみましたよ。逆にね、はい、本当に皆さんお上手だったなとそう思います。水森先生以下同文でないのをお願いいたします。いやもう最後までしっかり聞きましたが、やっぱりこうやって聞くとね、ここに残った人だけにそれはうまいんです。うまいんだけど、あまりにもうまくなりすぎて歌唱技術がワンコーラスの中にいっぱい入りすぎて聞きづらいっていうのは言う人がいましたね。だからシンプルに歌うってことを心がけるともっといい歌になるはずなんですね。で、人に訴える歌って違いますから、うまい歌と感動する歌は違うということをちゃんと頭に入れて歌ってほしいなと思いますね。はい、初心に帰れというお話ですね。徳久先生。まあ、でも全体的な感想としてはね、はい、結局ワンコーラスしか歌えないんで、どうしても、ね、そのサイズが違うし、例えば僕らももっと聴きたいなっていう歌もあれば、もうこの辺でいいのかなと思う歌もあるし、その辺のなんかバランスがね、やっぱワンコーラス限定ということで難しかったなと思いました。はい、歌は3分間のドラマですから、ワンコーラスの中にはそのドラマが表現できるかどうか、そのあたりですね。源先生。各部門ともそうなんですけれども、やはりこう自分を知ってるというか、自分のこういいところ、個性をちゃんとこう自分で捉えてるから、だから非常にその味を、自分の持ち味を出した歌が多かったんじゃないかなと、そういう感じました。とても良かったですよ。はい、ありがとうございます。はい、岡先生。はい、皆さんとっても上手で、もう言うことないですね。本当にそれぞれにいい雰囲気の歌を歌ってくださいまして、で一つだけ気になったことがあるんですが、はい、ワンコーラスでやっぱり一番のポイントっていうのはやっぱり強弱のつけ方だと思うんですね。その辺にやっぱり気持ちが、もう気持ち、うまく乗っけられれば、さらに皆さんいい歌が歌えたんじゃないかなっていうふうに思いました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。よも先生。はい、あとはですね、もう皆さん死の心を大切にしっかりとこれからも歌っていただければ最高じゃないかな。よろしくです。はい、みゆき先生はいかがでしょう。はい、皆さんいいことばっかり言ってるんで、少し厳しいこと、はい、とても皆さん個性的でうまいんですけども、プロの道はまだまだ厳しいということかな。プロの道はまだまだ厳しい、厳しいがゆえに一生懸命鍛錬しなさい、訓練しなさいというお言葉ですね。みゆき先生、こういう雰囲気の後にまとめていただきたいんですが。僕じゃなくて、しゃべりのうまい、ここにタオさんというのがいます、ね。タオさんお願いします。ええ、そのために作曲家協会がございます。
皆様作曲家協会で歌を勉強しましょう。わかりました。わかりやすい言葉でございました。ありがとうございました。それでは審査員の先生方は別室で審査にお入りください。先生方は別室に移動していただきます。いよいよ審査の発表です。今大会は全国から1707曲の応募をいただきました。いよいよ最後の発表です。最後は一般部門の皆さんです。どうぞお入りください。一般部門は30歳から64歳までの方々でございました。どの方も熱唱でした。こちらもまずは準優勝、そして優勝の順番に発表してまいります。準優勝、さらに優勝の発表をお受けになった方はステージ中央にお進みください。それでは一般部門発表いたします。一般部門準優勝はエントリーナンバー10、中村幸綱さん。前へどうぞ。そして一般部門優勝はエントリーナンバー3、中島雅子さん。一般部門で優勝されました中島雅子さん。中島さん、この中島と濁らないのは福岡県九州に多いんですが、ご出身はどちらですか？岐阜県美濃市です。今日は津軽慕情ニューバージョンをお歌いになりました。なぜこの曲をお選びになったんでしょう？ですね、やっぱり一番はお父さんのことを思って、二番はお母さんのこと、で三番はなんか好きな人かなのことを思った歌なんですけど、ふるさとにいるね、幼なじみなのか分かんないんですけど、そういうものがだんだんこの年になってきてから、やっぱりいいものやなって思うようになりました。だから本当にそういう歌を歌いたいな、母の歌とか父の歌とか、そういう歌が本当に良くなってきたのでこの歌を選びました。歌から教えられることは何でしょう？やっぱり心で歌った歌が私は好きなので、本当に今日はそういう歌が歌えたと思いましたので、本当にありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。優勝されました中島雅子さん、はい、そして準優勝中村幸綱さんでございました。今一度大きな拍手を。ありがとうございました。ここで審査に当たられた審査員の先生に総評をお願いいたします。岡千秋先生、お願いいたします。総評です。皆さん、長時間本当ありがとうございました。お疲れ様でした。今日こちらにお邪魔して、そうそうたる、作曲家協会の会長をはじめ、皆さんの顔を見たときに、いやすごいところ来たなというふうに私感じました。とにかく皆さん本当に、教会の先生方は皆さんそれぞれに個性豊かで、本当に素晴らしい、教会だと思います。今日皆さん方の歌を拝聴して、私何度か、涙しました。ということはそれだけやっぱり本当に本心から、歌を愛し、本当に自分の気持ちをこのステージでぶつけてくださった、その結果がこういうふうには、素晴らしい、音楽祭になったと思います。本当に皆さんご協力ありがとうございました。岡千秋先生の総評でございました。この暑い中審査に当たった10人の先生方、本当にありがとうございました。
審査員の先生方にも大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。本日は日本作曲家協会創立65周年記念全国歌謡選手権大会決勝大会をお送りいたしました。サブタイトルは隠れた才能を見出せでございました。私たちは隠れた歌の金脈をたくさん発見することができました。ご参加いただきました皆さんありがとうございました。またお目にかかれることを楽しみに。ありがとうございました。